メインイベント、スーパーフェザー級タイトルマッチです。兄最強春馬選手とともに第8代王者最強優馬、そこから目をそらさないチャレンジャーレオナ・ペタス、ついにこのタイトルマッチへとたどり着きました。放送の解説は石川直樹さん、近藤海誠選手、そして福田芽衣さんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。場内はレオナコールですか。いや、しかしユーマコールも入り混じっています。この2つのコールが交錯するこの後楽園ホール、決着をつけるのはその中心リングの上。さあ試合が始まった。青のグローブチャレンジャーレオナ・ペタス、赤のグローブチャンピオン最強ユーマ、まずはローキック払っていきました。遠い距離です。右のロー蹴り返す最強ユーマ、パンチで入ってくる。この拳が重いレオナ・ペタス。わ、今いいタイミング入りましたね。ワンツー、石川さん、どんなところにこのタイトルマッチ注目ですか。はい、レオナ選手は、もう左手を上げたり下げたりするんですよね、はい、うん、これが独特なんですよね。このガードがすごく低く見えるんですけど、この下げてるところに相手が入ってきたときにもう反応するように技が出る、なんか作動するんですよね、うん、それが一つの戦略パターンなのかなと思いますね。前回の小宮山康介戦はまさしくその左のジャンプでしたね、はい、そうですね、はい、そしてラッシュラッシュラッシュチャレンジャーのラッシュ、チャンピオン冷静に対応です最強ユーマ。さあワンツーで入る左のフック、いや海星選手、はい、まずどんな印象ですか。もう緊張感がすごくて、こっちまで緊張してしまいます、ね、この試合の中でどんなところに注目していますか。海星選手、始まった初めの方は距離感いいと思ったんですけど、レオナ選手のワンツーが入ってからちょっとレオナ選手のペースになってきたかなという感じですね。なるほど。福田さんもずっとこの K-1 甲子園を支えてきた一緒に最強優馬選手ですね。はい、いや、すごい緊張しますね。そうですね、このタイトルマッチ、ローキックでリズムを作るか最強優馬、距離を取るリング中央レオナ・ペタス、長短波から追い打ち、逃がさないレオナ・ペタス、獣のように、うわ今ボディ来ましたね、ベルトへ向かって、いいタイミングだな。いやレオナ選手の近い距離での回転の速いあれですら重いんですよね、まさしく石の拳、石というよりも岩で投げられているような最強優馬、そんな感覚かもしれません。さあプレッシャーかける、ものすごいチャレンジャーのプレッシャー、チャンピオン押し返せるか。でも斉藤選手は、ね、必ず相手の攻撃に対してカウンターを、ね、返すというのはもうセットになっているぐらいの目の良さなんですけどね、それが反応できないですもんね、プレッシャーが強すぎているような選手の。今年3月30日現役高校生、高校3年生卒業前に島野幸太郎からタイトルを奪ったチャンピオン最強優馬、初の防衛戦第1ラウンド、レオナが押している、レオナが押している、この第1ラウンドはレオナのラウンドとなったか。ここで第1ラウンド終了、すでにチャンピオン顔を赤く染めています。一方のチャレンジャーはすでに余裕の表情、まだ立っていました。いや海星選手、1ラウンド振り返ってください。ちょっとレオナ選手のペースになっていると思うんですけど、はい、まだ最強選手技術があるので盛り返せると思います。まさしくその技術高いものがある最強優馬。そうなんですよ、これだけ手数もらってはいるんですけど、クリーンヒット顎に急所にはもらってないんですよね。だからこそ倒れてないっていうところではあると思うんですけど、それも最強選手の目の良さなんですよね。あと冷静さ、完全に亀になってしまったら何されてるんだかわからないところで顎を打ち抜かれてしまうんですけど、最強選手はやられながらも冷静に見てますね。さあ第2ラウンド、第1ラウンド一気に押し切っていったチャレンジャー、さあチャンピオンの挽回はあるか。この第2ラウンド再びレオナコール、ユーマ
西京選手ちゃんと冷静に取り直してますね、立て直してますね、すごいな。ダメージはあったはず、その中で重いパンチがあるレオノペタス、初の防衛戦ですチャンピオン。レオナからしても念願のこのタイトルマッチ、常にタイトルマッチを組んでくれとアピールをしていたレオナ、ついにたどり着きました。海星選手、この第2ラウンドの入りはどうでしょうか。やっぱり西京選手すごいですね、あの立て直してるんで、まだまだ分かんない。ここから一体どういう組み立てを見せてくるかチャンピオン、レオナの手数。石川さん、これは自ら減らしたのか出しづらくなったのかどっちなんでしょう。そうちょっとね、あの西京選手があの冷静にちょっとね、あの慣れてきてはまだないとは思うんですけど、はい、ちょっとこの対応しようとし始めているので、レオナ選手も不用意にいけなくなったっていう見方ができますね。さあ、リード入ってくる。でもレオナ選手もね、紹介 VTR で言った通り4つも5つも持ってきたって言ってましたね。そして膝、連打連打連打、チャンピオンをチャレンジャー追い込む膝。いや、しかし倒れない。これを回避したらすごい。ここもクリーンヒットをもらっていないのかチャンピオン。ここでレオナ選手が冷静にちゃんとね、冷静で居続けることが大事ですね。はい、西京選手ある種もパーフェクトコンピューターなので、そのレオナ選手がちょっと崩れたところに合わせてダウンを取るっていうスキルは持ってますからね。いや、福田さん、今のはもう完全にダウンになるかと思いました。いや、本当にドキドキしました。すごいですね、立ち上がりが本当に。海星選手、あそこはやはり西京が上手かったんですか。そうですね、多分普通の選手だったら絶対揉まれてると思うんですけど、西京選手だからこそこうしのげたというか、すごいですね。いや、今度は西京の方がリング中央を取っています。対応してきたか、石の拳、西京の挑戦者、このレオナの攻撃全て理解してきたのか西京優馬。でもレオナ選手がすごいのは一個も動揺してないんですよね。右の緑です、うん、これだけ西京優馬が倒れなくても全く動じることなくやるべきことをずっと完結できてるのはすごいですよ。最強前に出てくる。ここで第2ラウンド終了。ふーっと息を吐いたチャンピオン、冷静です。この熱い戦いの中で脳みそはクールに冷え切っています最強優馬、第8代のこのスーパーフェザーのチャンピオン。この最初のストレート以外はクリーン顎にちゃんともらってないですね。まあ、先ほどちょうどおっしゃってたことですよね、仮面になってしまうと、はい、もらってしまうところをしっかりといなしていく、そうですね、受け方も上手ですね。ただ仮面になってじゃなくてちゃんと体を振りながら避けているので脳に衝撃が来ない受け方できてますよね。さあ、第3ラウンドどう挽回してくるか。レオナ・ペタスのこの今左にいるのは弟の加藤光太選手、西京優馬の傍らには兄の西京春馬選手。さあ、第3ラウンド勝利の女神はどちらに微笑む、いや、どちらが微笑ませる。第3ラウンドレオナ選手が優勢ではあるんですけど、西京選手はカウンターを取る本当のスペシャリストなので、レオナ選手が焦ったところが気になりますからね。それが飛び出すか、右に入ってくる。ここは西京から、いや、海星選手どんどんとこのチャンピオンの圧力増してますね。西京選手このままこのちょんちょん上げていって焦ったところにカウンターを合わせれば手を生まれるかもしれないですね。福田さん、はい、このタイトルマッチというのは、はい、数々の信じられないことが起きてきました。ここからまた何が起こるか。いや、もうこの3ラウンドは本当に分からないですね。さあ、入っていくのは最強だ。レオナが待つ、石の拳を振る。
今度はレオナのプレッシャーに対して最強しっかりと対応する。このレオナ選手のチーム、自分のチームにチームメイトにちょっとレオナ選手のパンチって何が重いんですかって聞いたんですよ。はい、ただもちろん拳が硬いっていうのはあるんだけど当て方が上手だって言うんですよね。あの手首の拳のミリ単位の当て方の角度で体重の乗り方って変わってくるんですよ。これがおそらく絶妙にうまいんですよね。オーバーハンド最強、それだけ効くパンチの打ち方を知っている。そうですね、だからこそ前回の、小宮山選手との背中にジャブのような左一発で倒しちゃったのはそういうところですね。さあ最強右にかける、さらに軽快なステップから、いやしかし飛び込むレオナ、最後の右だ、今右側だった、しかしチャレンジャー前に出る。このラウンドは最強が打撃をもらう数が本当に減っています。右でオーバーハンド、最強の攻撃が当たるようになっている。こちらが試合するか、この第3ラウンド右のハイガードしてカウンター、追い打ちをかけてはいけません。後頭部への攻撃は反則です。さあ残り20秒少々、どちらが取るか、チャンピオンベルトはどちらの腰へと巻かれるのか。スーパーフェザーのタイトルマッチ10秒を切った、打ちに行く、レオナも返す、前に入っていったところ、ここで33ラウンド終了。いや手に汗握ってしまいましたね、うわこれがタイトルマッチですよね。ただ最強の表情を見るとまだいけると、はい、終わってないというような表情ですね。そうですね、顔が腫れてないですからね、あんだけラッシュされても、顔へのクリーンヒットがほとんどないということですからね。近藤海誠選手どう見かりますか、はい、この3分3ラウンドは。いやもう緊張感すごすぎて、ちょっと自分の試合と同じぐらい緊張しました。木村実選手とのタイトルマッチと同じぐらい、はい、同じぐらい緊張しました。さあ判定です。お待たせいたしました、判定結果をお知らせいたします。ジャッジ山根29対28、青レオナ、ジャッジチャレンジャー1票、29対29、ドロー、2人目はドロー、ジャッジ岡田30対28、まぶたからこぼれ落ちました。新チャンピオン第9代王者はレオナ・ペタス、最強ユーマを判定2対0で下しました。いやちょっと今レオナ選手が勝った瞬間ちょっとジーンときちゃいましたね。はい、うん、本当にレオナ選手はこのベルトを取るためにそのことだけに集中して気持ちをずっと何年も前から悲願だったものを手にした瞬間、この最強ユーマ選手のねこのラウンドごとに精度が増してくるこの返しとか反応に対して動じなかった結果ですね、はい、ジャッジの一人は30とつけていましたからね、はい、最終ラウンドもレオナは負けていなかったというジャッジの評価もあったということです、うん、焦りますよ、あそこまで完璧なディフェンスをされると波の選手だったら焦るんですよ、メンタルが持ってかれちゃうんですよ、はい、だけどそれを凌駕するレオナ選手の絶対にベルトを取るんだという自分への信念、自分への自信、それが、
予備軍手に入れたこのベルトなのかなと思いますね。さあここで交渉が行われます。体調不良で今入院闘病中のお母さんです。